はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。ホスカーバレンタイン、高次病うつるについてです。おしゃべりアフロ犬こと細川バレンタインですが、おしゃべりクソ野郎コージのパンチドランカーが映ったようです。自称身長163センチにもかかわらず、世界で一番強い格闘家だと YouTube で叫んでいました。お大事にしてください。次のニュースです。朝倉未来メイウェザーに乾杯についてです。我らの土色サメ肌ポメラニアンではなく、ナポリタンバスシフよりハワイアンデブな朝倉未来が、以前に白いダサいフェラーリを乗り回し、地元に行き明石家さんまだと自慢していましたが、メイウェザー選手の方は元カノになんと2600万円もの車をプレゼントしていました。朝倉のみっくんも小倉優香ちゃんにチョロ級ぐらいあげてほしいものです。次のニュースです。鶴谷玲快挙達成についてです。我らの鶴谷玲選手がなんと12月にパンクラスのタイトル戦を行うそうです。若干20歳での快挙達成です。ぜひ頑張ってほしいものです。次のニュースです。性欲七光アーセン快挙達成です。戦うエロテロリストこと平田いつきちゃんのセフレかつヒモの二刀流性欲、山本アーセンが快挙を達成しました。なんと静岡で不審なアタッシュケースが見つかったのですが、爆弾処理班が駆けつけたところ、中身はただのアダルトグッズだったそうです。おそらく性欲が溢れすぎたアーセンの私物でしょう。快挙達成です。斉藤豊次戦決定についてです。我らの元シュートライジン二冠王の斉藤豊選手が次戦を匂わしていました。クルミアダムスカーンとの YouTube コラボで自分の肘を刺していたのです。これはポテトの揚げすぎで肘を痛め、今リハビリ中の朝倉トップチーム初期係白川アホの子天然ポテトヘッドアホの子リクトダークへの挑戦状でしょう。絶対違います。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ日曜日10時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。